むやみに動かさない方がいいかな。とりあえずこいつを下に持っていきたいんだけれども、下に持っていくのはやっぱりあそこのもののけが邪魔なんだよな。はあ、やっぱ落とすしかねえ。で、これを落とせば、よし、村人を助けられる。よーし。よかった、大丈夫だ、誰も来ない。ここの指示の攻略法はなんとなく分かりました。ただちょっと操作を誤って石を投げてしまいました。クソ。よし、これでいけるはず。あとは地蔵のところに持っていくためには、もう一度これは石を新たに持っていかなきゃいけないな。一度助ければもうあそこの石は取りに行っても大丈夫なので、ここに置いておこうかな。これでいけるだろう。ほい。よし。マジか。
村人さん、マジか。一緒にはジャンプはしてくれるんだよな。あ、いった。君の基準がわからないよ。はい、めでたくクリアすることが。
もしかしてあそこの段々の途中にあるブロックって逆に動かさない方がいいのかな？あ、いや、ダメだ。動かさないと登れない。邪魔だから、で、一旦これを、ここに置く。で、持ってくる。なんか変なところに置いちゃったような気がする。これで通れるようになった。これだけだと村人が助からないからな。いや、待てよ。これでどうだ？あ、いける。ふう。おう、ご。はい、アルフレート君のセリフを思い出すんだ。この街を清潔にいたしましょう。で、ここから投げる。Thank you.
はい、これで助けられるはず。はい、お待たせいたしました。村人救出成功でございます。ここも間違えたな。これをあっちに。参ったな。でも、やるしかないよな。ちょっと待っとれ。多分これ必要になると思うから持っていく。こうだ、いける。え、どこにいるって言うんだい？君たちの基準がわからない。あ、そうだ、風車の存在忘れてたな。つまりここに風車を設置して戻ってくればいいんじゃないか。感じになるのか、風車って。やり直し機能があったらなぁと思ってたら、そうか、まさかのこれがその場でのやり直しだったんだ。まいったなぁこれ。
やべ。今の要領であれば下に持っていけるな。このまま下に5して5動けなく動けない。あ、動いた。いやでも根本的な解決になってないぞ。という言葉だぞ。あ、なんでこれ落としちゃった。こうして。待った。投げる。いいかもしれないな。となるとこれをどうしたらいいかな。こうだ。これを投げる。あ、いけるんじゃないか。先にこいつを置くべきだったか。なるほど、攻略が見えてきたぞ。
よし、これでまずは先に下ろそう。村人に当たるよな、普通に考えて。やっぱりな。あ、違う。またトロフィーを解除か。これはなんだ？あ、風車を何度も使っているってやつかな。ってことは村人を助けた後に連れてってあげないといけないな。となるともしかしてだけれども、投げつけて、でこれをゆっくり持っていけばいいんじゃないかな。げ、お前ら邪魔。
かな。あいつら一箇所にまとめられないかな。うまい感じに。いけたー。よし、できたー。はい、クリアできましたー。結構時間かかっちゃったな。3つあるから、できる、できる、できるよね。届かない。ああ、大丈夫か。よーし。ちょっと待っててね。すぐ戻るからな。よし、これでゴールまでの道ができました。あとは、もののけに当たらなければいけるだろう。はい、いけました。はい、夜桜の祭り。やばいぞ、コントローラーが暴走してきたぞ。お願い、言うことを聞いていい子だから。まあ、私はデッキブラシに話しかけるようにちょっとコントローラーをなだめてみよう。
これで、いけるかな。入りそうで入らないな。ダメなのかな？あ、行った行った行った。ほい。気持ちいい。よし、これでいけるぞ。はい、ゴールいたしました。そっか、こんなところでこんな。いいのか。こう。で、開けて、ずらして、上に登って、
だ。待ってくれ。そうなると。どうやって回避しようか。あ、いけるか。あとは助けに行ったら向こうの押さえている岩を取りに行って地蔵のところに帰れるかな。無事送り届けることができました。よかった。何かが違う。あ、こうだ。はい、階段ができました。これで村人の地蔵のところに連れて行きたいと思います。よかった、落ちなくて。ああ。さて、まずこれをこっちにやるとして、
できました。さて、どうやって向こうに行けばいいかな。そういうことか。余計なもの払っちゃったな。はい、できた。になります。これは。これこうして、これ1個落としちゃったら意味ないのか。なるほどね。じゃあどうするか。はい、これでどうだ。はい、無事送り届けることができました。できればおそらくこれで合ってんじゃなかろうか。なんで落としたんだっけ。あと押し付け。この岩を。
忍者。でも、さっきのやり方をちょっとやってみよう。ここまで戻ってきました。村人が上に乗ってると押せねえから、あ、待った、まずこれをどかして、よいしょ、こうで村人助けた後にこれをよいしょ、はい、村人大丈夫かな、よいしょ、あ、いけた、やった、クリアできました。なるほど、ブロックをあそこで投げる、無理にジャンプして投げない方がいいな。これで、そう、向こう側に行きたい。で、こいつをいただきたい。燃焼が消えちゃうので、ここで左右を交換していきたい。投げるの間違いかな。あれ、どっちが投げるんだっけ、投げたらこっちを投げるんだっけ、もうこいつがいらない、こいつがいらない、あ、こうだ、できた、よし、
こっちを先に置くっていうのを分かった。だからここに積み重ねるのは最後だ。で、こいつをここに置く。で、これを落とす。待て、まだ大丈夫。何をしようとした？この下のブロックを壊そうとした。壊して上から回って、こいつを落とす。お前を落とす。待って。落とす。で、階段ができました。まだ。もう一回あいつが向こうを向いてからにしよう。まずは1個。で、これで2個目。これでゴールか？